皆さんこんにちは、サキッチョナースタキです。今回は私が看護師になった理由についてお話ししていこうと思います。今現在は看護師をやってないんですけど、まあ、看護師のねその資格を取った経緯というか、まあ、きっかけとかそういう質問がすごい DM とかとライブ配信とかで多いので、今回はこれをテーマにお話ししていこうと思います。はい、では早速、まあ、まず看護師になろうと思った理由っていうのが、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、本当にねそのキラキラした理由がちょっと少ないかもしれないんですけど、まあ、これがね綺麗事なくリアルに話せたらなと思うんで、まあ、今回はねそれを話していきます。まず看護師になろうと思った理由としては、これ結構家庭環境とかにもよるんですけど、私のその家庭が、まあ、全然その深刻な感じで聞かないでほしいんですけど、まあ、両親がその小学校ぐらいの時に離婚したんですよね。でやっぱそのお母さんとまあ2人で暮らしてたわけなんですけど、まあ、そうなるとやっぱその女で一つで子供を育てるってめちゃくちゃ大変やなって思ったんですよ。で、まあ、母親も別にそういう医療とかそういう専門職みたいな感じではなくって、普通にそのパートみたいな感じやったから、まあ、それで結構その経済的にもやっぱ子供を育てるってめちゃくちゃやっぱお金かかるじゃないですか。学費とか、部費、まあ、生活費とか、もう本当にその育ち盛りとかってさ、余計にこうかかったりするじゃないですか。で、やっぱそういうのを見てて、本当にそのお母さんもめちゃくちゃ頑張って育ててくれたなっていう風に今でも思ってるし、本当に感謝してるんですけど、そういう大変さを見てきて、もしかしたら自分も、まあ、結婚とかして、で、子供とかできて、で、本当に何があるか分かんないじゃないですか。もちろん離婚しない方がいいと思うけど、でも我慢して一緒にいるぐらいだったらね、それって子供にとってもあんまり良くないと思ったしっていうのかな、まあ、そういうのがあるから、やっぱそこで自分が自立して、じゃあ子供を一人で育てていけるってなったら、すごいなんか自分自身も強いなっていう風に思ったんですよ。そこでじゃあどういう仕事だったら子供を自分一人で育てていけるんやろっていうのを考えた時に、まあ、まず女性であれば、まあ専門職かで、まあ正社員とかでもいいんですけど、でもそれってやっぱもう本当に不況とかになって、まあいらないよって言われる可能性だってあるなって考えた時に、なくならないのなんやろっていうのをまず考えたんですよね。生活において必要にならないものって、まあ医療とか、まあ、そういうね体にまつわることって、絶対に機械がじゃあそれをできるかっていうと、機械がやっぱ医療とかってある程度ねやっぱリスクとか、まあこの100年とか200年の間では多分それはないだろうって思ったんで、まあ、そこで考えると、まあ、自分に興味があったのが医療っていうのもあって、でそこでね、まあ、専門職って考えた時に、まあ、看護師がいいかなっていう風に思いましたね。で、まあ、できるだけ私も早く働きたくって、でやっぱ母親にも迷惑をかけたくなかったし、でやっぱ学費とかの面とかもういろいろさ、その兼ね合いがあるから、まあ、専門学校3年で国家資格取って、でもそれが一番ね看護師になる最短ルートやったんで、まあ、そういうねその順序を踏んで、まあ、国家資格取ってっていう感じでした。まあ、医療でもこういろいろねあると思うんですけど、まあ、その中で、まあ、なんで看護選んだかって言ったら、まあ、自分がその体、人の体にまあ興味があったっていうのもあるし、自分のこう周りの人、まあ、例えば家族とかと友達とか、もしそういう自分に大切な人ができた時に、そのなんか体おかしいなとか、ちょっと異変に気づいてあげれるんじゃないかなっていう風に思ったんですよ。やっぱそれに気づくことができて、ある程度知識があったら適切な判断ができるじゃないですか。ってなると、なんかそこでも救える命あるんじゃないかなと思って、でやっぱそのなんだろう、経済的な面だけではなくって、そのプライベートでも役立つ資格なんじゃないかなっていう風に思ったんで、まあそのさっき言った理由と、まあ、体とか知っとくと結構役立つなって思ったんで、まあそのね理由が結構大きいかなっていう風には思います。この理由結構話そうかね迷ったんですけど、まあでもねリアル、まあ、私はねこんな感じの理由が一番大きい理由かなっていう風に思いました。で、あとそのまた家族の話になるんですけど、まあ、私が進路を決めてる時に、まあ、私の祖母が、まあ、癌にねかかってたんですよ。で
まあ、闘病してて、で私も結構お見舞いとか頻繁に行ってたんで、まあ、そこで結構医療の現場というか、まあ、そういう看護師さんがめちゃくちゃ優しくケアしてくれたとかいうのも見てて、あ、めっちゃいい仕事やなっていうのを思って、ね、なんかやっぱおばあちゃん世代とかってさ、そういう仕事に対してすごい憧れというか、いい仕事やでみたいな感じでね、よく言われてたから、まあ、そういうのもね結構かぶって、でまあそうこうしてるうちにちょっと祖母も亡くなっちゃって、でまああの時のこといろいろ考えてたら、まあね、もうなんか私もその時すごい感傷的になってたんで、ね、まあその時の自分のメンタルとか、まあその今言った2つの理由とか、本当にね、もういろんなことが重なって、ちょうどその震度の時期に差し掛かったんで、まあそこでね、どうするってなった時に、まあじゃあ看護師になるかみたいな感じで、とりあえずね、まあ、進学したっていう感じですね。っていう理由が大きいかな。だから結構、まあ、将来的なことを考えて、女性が安定した収入を得れて、かつ長く続けれる仕事って考えた時に、やっぱ専門職強いなっていうのがやっぱ大きかったかなっていうふうに思いますね。まあ、あとやっぱ女性ってその出産とか、まあ、育児とかで、まあ、仕事をね、やっぱその男性みたいにバリバリこうできなかったりするじゃないですか、まあ、体調の面とか、まあ、メンタルとか、まあ、いろいろ多分理由あると思うんですけど、まあ、でもね、そこでもし自分がそれをできなくなって一旦仕事辞めても、また復帰できる仕事でもあるんですよね。で、まあ、他のね専門職ちょっとどうか分かんないんですけど、資格の更新みたいなのがないから、一回取ってしまえばそれって一生ものなんですよ。車の免許みたいな感じで更新ってしなくっても、その一生持っておける資格で、もし働きたいってなったら、まあ、面接とか、まあ、行って、でまたそこで働かせてもらうっていうことになるんですけど、まあ、そういう面もね私はすごいいいなと思って、私の性格上そのずっと看護師をやっていきたいっていうんじゃなくって、まあ、前もね看護師辞めた理由でもお話ししたんですけど、まあ、もっともっとやりたいことがあったから、まあ、そのための保険って言ったらちょっと言い方あれかもしれないんですけど、まあ、そういう感覚ですよね。でもしね、その自分の身に何かあった時とか、まあ、その今の仕事続けれなくなった時とか、そういうところもね、やっぱ資格持ってるといいなっていう風に思ったんで、まあ、看護師のね、その免許取りたいなっていう風に思ったんが一番大きい理由かなっていう風に思います。はい、ということで、まあ、今回はなんで私が看護師になろうと思ったのかっていう、まあ、その理由についてお話ししたんですが、いかがだったでしょうか。で、結構そのね、人を救いたいとか、まあ、そういう理由ももちろんね、あるけど、でも、やっぱ、リアルな話ね、その綺麗事抜きにして、やっぱ生活のためとか、そのね、やっぱ安定とか、まあ、将来のこと考えてどうかっていうところを私は一番こう重きを置いてその進路を選ぶときに考えてたんで、まあ、結構現実主義って現実主義なんですけど、まあ、理由はこんな感じになります。このチャンネル見てくれてるの結構医療従事者も多いっぽくて、で結構共感してもらえたりとか、まあ、これから看護師になりたいって思ってる子も多分見てくれてると思うので、まあちょっとでもね、参考とか、まあ共感とかしてもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。で、今回の動画が少しでもいいなと思ってくださった方は、下のグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。で、コメントの方もね、どしどしお待ちしてますので、ぜひ書き込んでください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイビー。